はい、どうも皆さん、こんばんは。はい、第2回歴史に学ぶ賢者の会でございます。本日は令和4年3月4日、江戸幕府による平和な時代に学ぶと題して行いますが、まず皆様ご存知の通り、ロシアがウクライナに侵攻して様々な問題を引き起こしています。で、今回はその平和な時代に学ぶと私が題して講演する前にこんな事態になってしまうとはと、私自身もちょっと非常に驚いている状態なんですが、ロシアのウクライナに対する侵攻、これについて意見をするんではなく、まずは私の講演の内容から、そこから最終的にこのロシアに対する問題に対する解決の糸口みたいなもの、あるいはその理解に対する糸口みたいなもの、そういったものを本日皆様と共有できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では早速レジュメから入ってまいりましょう。徳川家康が開いた江戸幕府といえば、約260年以上続いたことで有名ですよね。しかもですね、その過程において約200年の長きにわたって国内で大きな反乱が一つもなかった。これ実は世界で有名なんですよ。なぜならこれは世界でも例のない平和な時代だったからです。ちなみに1637年の島原の乱ありますよね。で、これが鎮圧されてからちょうど200年後、1837年に大阪で大塩平八の乱が起きましたよね。この200年の間、国内で大きな内乱は一回も起きてないんですよ。これは世界でも例のないことなんですね。平和を保つことができたとなると何が起きたかというと、実は江戸時代の間に我が国の人口は約3倍、高地面積は約2倍に増えてます。わかりますよね。結局これは家康、つまり江戸幕府の政策によって人々が平和で安全に生活していたことを間接的に証明してるんですが、では皆さん、なんで江戸時代はこれほど長い間平和が続いたんでしょうかね。で、その謎を探ろうと思ったら、家康の生涯をたどっていくのが一番近道なんですね。ですね、まずは家康っていう人物の生涯をたどってみたいと思います。徳川家康は天文11年旧暦12月26日西暦に直すと1543年1月31日に三河の大名である松平広忠の嫡男として生まれましたが、当時の松平家っていうのは弱小大名でね、岡崎城の主ではあったものの、西からは織田家、東からは今川家の圧迫を受けていました。どうしようもなく身体極まった広忠は、なんと生まれたばかりの竹千代、これ家康の幼名です、竹千代を今川家の人質として送ろうとしたんですが、なんとその途中で竹千代を織田家に奪われてしまうんですね。しかも織田家への服従を迫られます。で、広忠は悩みに悩んだ末これを拒否しました。するともう竹千代は殺されてもおかしくなかったんですが、織田家の当主であった織田信秀の判断により生かしておいた方が後々役に立つであろうということですよね。ですから竹千代は織田家の人質として暮らすことになりました。竹千代は織田家の人質として暮らすことになりました。なお、この頃に竹千代は信秀の嫡男である若き日の織田信長に出会っていた可能性が高いとされています。で、その後今川家が信秀の子を生け取ったことで、人質交換の形によって竹千代は従来の通り今川家の人質として新たに生活するようになったんですが、なんとこの頃までに当主の広忠が若くして亡くなってたんですね。つまり松平家は領主が存在しない状態になってしまった。このことによって竹千代あるいは松平家、そして家臣らにとって地獄の日々が始まろうとしていました。竹千代は自身の本拠地である岡崎城には入れません。その代わり今川家の本拠である駿府で暮らしましたが、これは皆さん、松平家の嫡男を生かしておく代わりに領地である三河が今川家によって完全に支配されることを意味していました。要するに三河は今川家の植民地と化してしまったんですよ。で、岡崎城はどうなったか、今川家の代官の支配となりますよね。すると三河で取れる年貢ありますよね、これがなんとそのまま本国の駿府へと送られてしまう。すると本来年貢から俸禄が出るはずだった松平家の家臣たち、いわゆる三河衆の生活が困難を極めます。
何しろ自分たちに俸禄が一銭も回ってこないんですから。しかもそれだけじゃない、今川家が他国と戦争する場合、三河衆は一番危険な最前線に置かれ、多くの家臣が命を落としました。いわば今川家の奴隷のような状態となった三河衆は、自分たちの置かれた環境を呪いましたが、なんといっても主君である竹千代が今川家に人質に取られている以上、これどうしようもないじゃないですか。で、皆さん、実はこの状態こそが松平家が今川家に全面降伏した姿なんですよ。もしね、今ロシアがウクライナを攻めています。もしウクライナが降伏をしたらどうなるか、この三河衆と同じ状況にウクライナの人々は置かれることを意味しているんです。そしてそれは我が国だって例外じゃない。だってそうでしょ、我が国にはもし他国に侵略されれば、日本国憲法第9条にも書いてあるように、日本は戦ってはいけないのだから、あっさり降伏すればよい、そうすることで血を流さずに平和を保つことができる、という思想があるんですよね。で、今日3月4日でございますが、私は仕事で見てないんですけども、本日のモーニングショーでテレ朝の職員の玉川っていう人がいるんですが、この人がこんなことをおっしゃったそうです。ウクライナ人はこれ以上犠牲者を出さないために降伏すればよいと。でもそうなったらどうなるかというと、今言った通りですよね。で、おそらく玉川氏の考えは、この日本国憲法9条に基づいて、あっさり降伏すれば血を流さずに平和を保つことができると、そういう軽い気持ちで言ったのかもしれません。でもね、日本を松平家に、他国を今川家に置き換えたら、同じくウクライナを松平家に、ロシアを今川家に置き換えたら、我が国の運命がどうなるかよくわかるんじゃないですか。それを分からずにいい加減のことを言うんじゃありませんよってことなんですよ。で、これこそが歴史に学ぶことの一つなんですよ。つまり玉川氏は大変失礼ながら、彼は歴史に学んでない。憲法9条を宗教のように扱ってるからこそ、こういう発言が出てくるわけだと私は見ています。さて、当主の竹千代が人質となっただけでなく、家臣の三河衆が地獄のような生活を送らざるを得ないという散々な目に遭った松平家でしたが、でも皆さん、この松平家、徳川家となってその後天下を統治しましたよね。それはこの頃の経験が生きてるんですよ。そう、地獄は地獄だったけど、この頃の経験は決して無駄にはなかった。なぜか、竹千代様がおられる限り松平家はきっと復興できる、そう信じた三河衆は食うや食わずの生活を耐え忍び、また戦の最前線に送られても生き延びるために懸命に戦いましたよね。で、こうした境遇がやがて三河兵を最強の軍団へと成長させたんです。で、その強さは後に三河兵一人は尾張兵の3人に匹敵すると言われたほどでした。今ウクライナの人々は死に物狂いで抵抗してますよね。おそらくウクライナが少なくとも降伏をしなければ、その後のウクライナの運命は大きく変わるんじゃないかと私は見ています。一方、今川家の人質となったことで周囲から陰湿ないじめを受けながらも、じっと辛抱を続けた竹千代にとっても、人質の暮らしは悪いことばかりじゃないんですよね。竹千代が身を寄せていた当時の駿府は、戦乱を逃れた公家たちが集まったこともあり、さながら東の都と呼ばれるような発展を見せていました。幼少期をそんな都市で過ごしたことで、三河で暮らしていれば絶対に身につけられなかったであろう高い教養を竹千代は自分のものにすることができたんです。家康の愛読書に鎌倉幕府の誕生やその後を記した歴史書である吾妻鏡があるんですね。彼はこの吾妻鏡を幼少の頃からずっと熱心に読んでいたと言われている。で、実はこれが、この教養が江戸幕府の成立に深く関わっていくことになります。また竹千代は周囲からのいじめを耐え抜く中で、いつかは松平家を復興してみせるという真の強さを持つ一方で、そのためには何があっても我慢するという忍耐強さや、周囲との協調を目指したことによる腰の低さも同時に身につけました。だって家康はその義理堅さや実直者から律儀者として信頼される武将となり、後年の天下取りに役立つことになった。